では海上自衛隊隊にに編成されるる練習艦隊についと述べる1957年5月10日、初任幹部自衛官及び10科学校学生等に対する海洋訓練の必要性から第一警戒隊群を母体とした PF 編成の練習隊2体と LSSL 編成の練習隊3体からなる練習隊群が編成された。 1961年6月12日、法律第126号による自衛隊法の一部改正により、名称を練習艦隊と改める。練習艦隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団と並び、自衛隊法に名分規定のある防衛大臣直轄部隊であり、練習艦隊司令官は、防衛大臣から直接、指揮監督を受ける。 練習艦隊司令官は解消法を持って当てられている。練習艦隊司令部は呉基地に置かれている。海上自衛隊の練習艦隊はトレーニング、スカドレンと英訳される。日本語の故障上は自衛艦隊等と同じ艦隊であるがフリートよりも一段小規模のものとして英訳される。なお、自衛艦の種別として練習艦が設けられている。 海上自衛隊の練習艦隊は、1958年から毎年、遠洋練習公開を実施しており、2000年代に入ってからは、中近東、湾岸諸国へも寄港するようになる。海上自衛隊の幹部候補生は、幹部候補生が、こう卒業と同時に参道会議に、任官され、そのまま、卒業証書入りの筒を左手に、音楽隊の演奏の中を、動向内を更新して、 江田島湾に面して突き出ている三橋から沖合に、停泊中の練習艦隊の各艦に乗り組むのが慣修である。飛行地における、礼法外国訪問時には機関による礼法交換等も実施する。飛行地での式典や神前行事で音楽演奏を行うために、海上自衛隊の全音楽隊から選抜された隊員20名で編成する。 練習艦隊司令部音楽隊も上官する。編成上記練習艦隊機関、鹿島第一練習隊、自衛隊法の一部を改正する、法律第15条から第19条、自衛隊法施行令、第24条、E 部法令検索、総務省行政管理局、2019年12月23日閲覧、会場自衛隊、 1> 第1十カ学校 HP 主要建築物、防衛駐在官としての英国滞在、在英国日本国大使館防衛駐在官、一等、会社、水間高勝海上自衛隊大港音楽隊、ホームページ2019年2月9日閲覧。ソロモン諸島における戦没者遺骨、収集機関事業の実施に係る支援について、開示公開で二人自殺か、 半年間で指導調査へ。読売新聞。2016年12月24日閲覧。令和2年度遠洋練習公開について、開示遠行部隊、前期公開へ出発コロナ対応で、初の2期生気候地は補給のみ。朝雲新聞令和2年度遠洋練習公開について、開示、北極圏突入。2020遠洋練習公開が始まる。 2020年8月27日閲覧。海上自衛隊50年史編纂委員会、海上自衛隊50年史資料編、海上幕僚幹部、P239P240。ありがとうございます。